で、えー、と一応ね、これて、コメントもあるけど、天チムの件はもう取り上げろって言われるんで、天、ま、秩、あ、ムの件も言いますけど、今日テ天チムと話しました。 テンチームと話したらやややっっっっぱぱそそののけ麻雀のことととはは正直ててたたたれは申し訳ない,わけないと言ってたただ、僕これね、LINE も送ってもらって見たんですけど、炎上する前なんですよね、天チームがやってたのは。天チームがやってたのは、あの、モテフィットで大炎上する前で、炎上してからは、それこそお金返さないといけないから、トリプルワークとかしないといけないじゃないですか。で、そんな暇ないし、まあれをなんか結構精神的に答えたらしくて、あれを機に、こういう関係を改めたから、少なくとも大炎上したモテフィットの件以降は、やってないと。 なので、えっ、ー、と、天地ムの輪はそういうことです。で、僕は天チムと、まあ、友達というか、もうコラボもしてる中なんで、はっきり言いました。まあ、そういうことは、もう絶対やるなと。まあ、僕が何の権限があるかわかんないですけど、一応、友人としても絶対やるなと言いました。はい。で、やっぱ本人もそれは反省していて、少なくともその炎上以降はやってないけど、まあ、確かにいいことではないなと言ってました。はい。一応、天チムの件はそういうことです。はい。えー テンチムの炎上は2年前ですが、違法賭博は1年半前です。時系列と言い分にズレがあります。説明お願いします。あ、これ聞いたんよ。僕も同じ風に思ってて、飯田がそうやってやったのは1年半前って言ってるから、炎上したのと時件合わないんじゃねって聞いたら、え、それはよくね、見返してほしいんですけど、飯田は、その東谷さんって人と、あと、小倉さん、その麻雀のプロだかなんだかと、3人で高額レートで、そういう麻雀をや,やりまくったのが1年半らしいんですよ。で、てんムは、そのもっと前らしいんですよ。で、てんムは、正直そんな麻雀強くないし、そんなにすごいなんか、 金金をかかけける趣味はないからそんなきな金額かけてないいらそんきて言っててっっ言ました、まあでもさすがに女で何百万もかけてたらドン引きでしょだから多分それは本当だと思ってて一応ねまあ LINE もね見せてもらったんですけど少なくともねその他のやつとは分からんよ天知名が他のやつとやってたら全く分からんけど東谷さんって人と連絡を取ってたのは本当にかなり前だったんでそれはファンは本当だと思いますはい、まあ、あとは天知名に聞いてくださいうんまあ僕はそれを信じるしかないからはい